何人だろうとこのアルゴルには同じ。死んだ。石になった。シェリュー離れろ。メデューサの盾と目があって生き延びた者はいない。誰もが魂を抜き取られ石になる。ギリシア神話に登場するゴルゴンのメデューサは頭に無数の蛇を生やし、その輝く目を見た者は魂を抜かれことごとく石にされてしまったという。勇者ペルセウスは鏡のように磨き上げた盾を見ながらそのメデューサの首を切断した。ペルセウスがメデューサを倒した伝説などこの俺はとっくに承知だ。アテナ、見てはいけません。目を閉じてもまともに向き合っては逃れられん。メデューサの魔力はあらゆるものを突き抜けて網膜に飛び込むのだ。甘く見すぎていたようだ。メデューサの盾を封じるにはこれしかない。そんなバカな、自ら両目を潰すとは。正気か。ああ、間違いなく正気さ。俺たちセイントにとって戦いは常に。気を捉えられるか。さあ来い、ペルセウス。見えたぞ、メデューサの顔ではなく勝利の女神が。ロザン上流。なんだ、助かった。